今回は1970年夏頃、梅田、大阪駅、我孫子、長井あたりを当時スパイカメラと言われたミノルタ16で撮影した写真を一本のフィルムから抜粋してお送りします。フィルムサイズが非常に小さいので粒子も粗いですがご容赦ください。すべての画像が同じネガフィルムからのもので、実際はここどこと思える場所もあるのですが、一本のフィルム内ですのでおそらく同時期に撮影されたものとしてまとめています。場所があやふやなものはハテナマークを入れています。それでは始めます。